こんにちはです。今回ですね、情報修正された柴達也使っていくんですけど、いや皆さん見てください。この変身後の柴達也。なんか紫キャベツの中にいるんだけど、なんかね、この桃太郎のライバルみたいな、紫キャベツ太郎みたいなね。もうほぼキャベツ太郎じゃねえか。いやー、それじゃあね、今回こんな感じのパーティーで裏協調やっていくから、それじゃあやってみましょうさ。なんか今一瞬なんか僕噛まなかった、なんか裏協調やっかかかかかみたいになってなかった？すごいね、なんか痰が詰まったおじいちゃんみたいな。たまにありますよね、痰が詰まる時って。ガチそういう時はね、可愛らしいな僕と思って、あの毎日過ごしてます。ここはこれ打ちます。これとお前の今の生活を壊させはしない。いやすごいイケメンだね。なのにこんな全身スーツになった。僕アニメ見てないからさ、あんま強く言えないけど、絶対変身前の方がかっこよくない？なんでこんな全身黒タイツなの？すごい伝導率高めスーツみたいな見た目のね、服着て。ここはどうしようかな。あ、これってすごい悩んじまいましたね。こうやってで、これ柴田っちゃん、いや柴田っちゃんで返せんのか。オッケー、じゃあいいや、このままで。で打って、でメアリスで、こう打って、いやいいね、すごいいいんじゃないでしょうか。これ打って、これ打って、でこうやっちゃう。よっしゃ、これでやっていこうか。で、今回、これ黒飛びなんで、なんだっけ、いつも通り、なんかいっぱい組めば組むほど、ステイホームみたいな、そんな感じの、性能してる。これでいいかな？オッケーさ、結構繋がっちまいましたけど、まあいいんじゃないでしょうか。これで一回軽く見ようか。うちのパーティーの攻撃力を、見させていただいて、これ柴達也の軽く見ます。柴達ちゃんが、どれぐらい軽く出します？いい軽くオッケーさん、めちゃめちゃいい軽く出してるわ。ダークスペース、暗闇の空間みたいな、なんかタンスの裏みたいな、そこがね、柴達也のマイホーム、ダークスペースです。僕も柴達ちゃんでいいかな。あ、でも向こうかつあんだっけ。メアリス溜まってない。待って、これって、誰ですか、メアリスの溜まらせてない人。ガチで誰。さ、ここら辺でこんなにしよっか。こんなに一回耐久挟んで、でからのメアリスで、行こうか。よっしゃ、いいね。うん、耐久します。いや、これ待ってくれ。いや、これさ、耐久。あ、まあ、全然受けきれるんだったら、これ、メアリス、あえて温存しとこうか。ね、これ、温存する方針で、皆さん、すごい方向性の違いでいろいろあったけど、ちょっと今回は、こういう方針で行かせていただきます。こんなにか。オッケー、これで、回復していって、オッケー、可愛らしいね。攻撃力が1。何のダメージも入ってません。これ、テンスラコラボ。いや、まだあと1日あるのに、もう世間では、もう、あれですよ、電撃文庫でね、すべて占領されてます。いや、テンスラコラボ中なのにね、ガチ悔しいです。ザブングルみたいなこと言っちゃいました。こんなんでいいか。オッケー、これで。さあ、回復していって、これなんでメアリス温存してるか。これ後でドヤ顔しますよ、僕が。これドヤ顔するか、待ってて。そう、テンスラコラボ今日最終日だからさ、このなんだっけ、ミリム&リムル。まあ、通称ミリムル。これを使う動画ね、今日撮ろうかなって思ってたんですけど。なんか、旬すぎたわ。オッケーさ、旬すぎたんで、今回悲しくも無理やりパーティーにねじ込んできたわ。ここに闇置きます。で、回復置いて、いいね。こうしまして、いいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃね、今回のパーティー、結構いい感じに固めてきてるんですよ。まあ、耐久値、まあ、耐えてるか、まあ、一切知らないんだけど、いや、耐久値足りてない可能性十分にあるんですよね、このパーティー。マジどうしよう。なんかワンチャンさ、シールドとか入ってこないかな、この敵。このミリムルの、あ、じゃない、リムルテンペスト。この魔物を滑るもの、リムルテンペスト。これでドヤ顔したい。返せる？オッケー、返せると、やばいな。これ耐久値やばくない？耐久値がやばいような気がしてきたわ、ガチで。今回なんですけど、継承がですね、左から、これ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 ！オッケー、代用はない！行こうか。ここは、ミリブル使います。で、こうやって、オッケー、で、これ落ち込ん、あれだっけ？これが見えるようになると、なんだっけ？これ落ち込ん余地だったっけ？これ落ち込ん余地？これ使ってるやついねえだろう。これ使ってる人います？これマジ落ち込ん余地、これがいいんですよ、これがみたいな人います？絶対いないだろう。
僕全くこれ使ってない。なんかパズル下手じゃね。まあ、いつもだよって方はやかましいわ。オッケーさ、いいね。柴達也の回来るかギュインってなんか後から伸びてくるんですよ、ね、そうこの伸びてる感じがすごいやだ。で倒した。柴達也第三属性つかなかったんですね。いやでもそれでもまあ上限値が100億だからみたいなそんな感じかな。でリムルがあと一旦で来るのか。オッケーさ、危ないね。これのために温存してたわけですよ。これね、水が消せない、これ火水木どれが消せないかみたいなランダムなんですけど、多分僕ね運はなさすぎるから多分どうせ水なんだろうなと思って消せなくなるのだから温存しといた。オッケーさ、これね大気挟むで、ここでミリムルじゃない、リムルっていこうか。さあリムルのことをミリムルって言っちまうぜそれだけね、ミリムルの動画を出せなかったことを悔やんでいます私は。これってさあかっこいいねネギとか。こうやってどんなやつだったっけ。あ、なるほどね、こんなか。じゃあここ回復上に置きます。いや奥のミスったね。いやこれすごい奥のミスってる。これでいいか。オッケー、じゃあこれで。さあちょっと水1個も損失しちゃったけど、すごい太ももがかゆいぜガチ。太ももじゃねえわ、なんだっけここ、ここのパーツがわからん。皆さんこのパーツなんだったっけ。皆さんちょっと見て、これガチ見てほしい。みんな今ここふくらはぎ、ふくらはぎだ。すごい嬉しい、ふくらはぎという言葉が思い出せて嬉しい、ガチふくらはぎ。で回復力減らされたのか。これ回復力上書きできんだっけ。できないのか、なるほどね。こういっちゃう。回復力上書きできないのちょっときついなこれ。こうして、オッケー、これが限界かな。オッケー、じゃあこんなんで、ちょ、もう一個ね、回復、あ、じゃあ水のあれ、杖組んでもよかったな、これ。まあ、いっか、これで一回ラグラジュンします。柔らかーい、すごい柔らかい、ローストビーフか、お前は。さ、これ耐えられるかですよ。まあ、僕のやつだと、あー、危ないね。僕の計算だと耐えられるって言う前に殴られるっていうね。これって、一応ね、ある程度進んだらこのリムル の樽が発動するんで、それでね、後々は大丈夫みたいな、でも後々じゃない場合はどうしようみたいな感じになってます。さ、こんなんでいいか。 OK、 回復は怖いわこのパーティー。ちょっとこれで様子見します。回復力大丈夫かこれ、間に合いますこれ回復力。いやー危ないね、すごい怖いけどね。これ黒飛びにさ冬武器つけてるおかげで 2way 組まなくても完走するというそういう素敵なパーティーになったの。さっきさめちゃめちゃうんこ行ったんですよ僕。あ、待って、やばい、あ、これ行ったんのやつか。あ、大丈夫です、何もないです。さ、ここで黒飛び使う。でこんなんでいいか。 OK、 さ、いいね。まあここでね、闇の花火してくるやつもいるんですけど、それ着てたら若干危なかった。まあ柴達也で盤面広げてその後黒飛び使えば耐久できるんだけど。 OK、 さ、いいね、ミリムルここで使って、でこいつと、そうトイレね、ガチ行きたくてさっきトイレ行ってきたんですよ。でそしたらトイレ行こうと思ったらさ、あの親に呼び止められて、でちょっとね、親と話してる時間はねえと、僕のうんこ今すぐそこにいるみたいな、なんかスタンバってるんだけどと思って、ごめんちょっとうんこ落ちたら、うんこってって聞かれたわ。いや、うんこってって言葉ある、そんな今生まれたのかあなたはみたいな、そのうんこという単語をまだ知らない人類みたいな、そんなことあります。親が今生まれたっていう日本語何、そして親が生まれたという一瞬でできる矛盾の言葉、皆さんにご披露させていただきました、ありがとうございます。で、ちょっと水飲もうか、水飲みます。水がね、このミネラルウォーターが美味しいわけですよ。いや、ガチうますぎる。で、このパーティーのめちゃめちゃいいところが、これ打ちます。これメアリスがこういう闇と水なんですよね。だからあの L 字なんかどっちの色でもこれ回復できるよっていうところがガチ強み。で、いや、いいね、強みを把握してるっていうのはまあ受験においてガチ重要ですからね。オッケーさ、うわー、ミスった、これちょミスったわ、これ完全にミスりました。てかなんか LG 組めてた、いや組めてないねこれ多分全部ミスった、あ、やばい、人生全部ミスった。オッケーさ、これで倒します。いいね、次耐えれんのかな、まあ大丈夫か、86万ダメージャーぐらいらしいです。まあ86万なんだね、そんな余裕で受けちゃいますみたいな、そんな余裕で避けれますか、お願いします、ガチお願い。オッケーさ、耐えれた、盤面やばすぎ。待って、ミリムルが帰ってます。これ柴達也打って大丈夫かな、これ大丈夫ですか、怪しくない、いや耐えれるわ、危ねー、いやガチ危ない、本当に危ない、気をつけてガチで。
何してんねん、本当に何してんだお前は。ね、ここに、あー上のやつ回復蓋できてねえし、まあいいか。あーいいね、いい落ち込んです。これで倒せたんじゃない。うわすごい時代になったもんだぜ。これが令和、いや皆さん令和の次って何なんだろうね。なんか何だったらいいんだろう、次冷やし中華とかかな、わかんないけど、なんかねいい感じの名前のやつ欲しいよね。令和の次、オッケーさ、令和の変わるまで僕生きてんのかな、わかんないけど。さ6号場面に戻る。でこいつ、まあでもこのパーティーもともと6号なんでね、逆になんで今広がってたんだ、柴達也か。さすごい一瞬で自己解決する男。黒飛びってあれなんですよね、青天井のなのキャラなのに、あの全然指がないということで有名なんですよね本当に。さあ待って、これミリムル帰ってきてないからあれか、これ無効貫通貯めなきゃいけないのか、ちょ待ってください。お兄さん待ってください。また天狗がさすごい元気でこちらを見つめてきてるわけですよ、なんか金髪美少女とともに。でここでこんなにしよっか、オッケー、こんなんでちょっと耐久するわ。あともう一旦か、これカットするのめんどくさいからこのまま行くわ。ちょっと僕ともうちょっとお話ししませんか。オッケーさ、スプーンの広告みたいな感じで喋っちゃった。もうちょっと話していきませんかみたいな、スプーンみたいな、スプーンだったっけ、あれなんだったっけ、忘れたわ、なんかあったよね、なんかもうちょっとお話ししていきませんかみたいな感じの YouTube の広告、あのなんかすごい嫌な感じのやつ。オッケーさ、でミリムルがこれで帰ってきた、オッケーいいね、よっしゃこれで耐久終わる。ちょね今目の前にさこれフェットチーネグミあるんですよ。フェットチーネグミで合ってんだっけ、フィットチーネグミだったっけ、ちょわかんないんだけど、いや僕ね未だにフィットチーネグミかフェットチーネグミか分かってないんですよね。マジ人間初心者ガチで。さここは水、いや闇置こうか、ここ闇置いて、でこう置いて、そうね、今これ目の前にフェットチーネグミあるんだから、あの確認しろやっかと皆さん思うと思うんですけど確かに、いやこれ確認するわ、なんだってフェットチーネグミですよ、合ってたわ。いやしかもこれ皆さん聞いて驚け、ビタミン C たっぷりなんですよね、これ書いてるわ、ビタミン C がたっぷり。いやちょうどね今ビタミン C 摂取してーなーと思ってたからガチありがたいわ。ちょ食うわこれ、ちょ今食べます。これオッケーさ、これで硬い。オッケーさ、ここ次さ盤面縮小とかなんかあるんだっけ、見ますなさそうかな。じゃあこれ打って、マテリアルバースト発動、上限を解放して、でこれも打つ、これワンパン狙いに行くわ。じゃあずれまくれー、待てずれすぎ、待ってこれやばいです皆さん、いやこれやばいですこれガチやばいです。さここでこう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 、オッケーさ、あーなんか全然斜め入ってないけど、まあまあまあとりあえず全部四つ下車入れた、入れれる分の四つ下車すべて入れたよ。オッケーさ、これでワンパンできる、これ素晴らしいね、マジマーベラス、ガチマーベラスです。オッケー、フェットチーネグミ食うか、何のゲ作る、あーいいね全然いいよ、こいつだったら耐久できるかも、これ耐久できます、まあ耐久できるやろ、多分バレキに耐えたからここも耐えれるんだと思う、あぶねー。オッケーさ、あしかも昼全然避けてる、最高。じゃあこれ使う、うん、うめえ、フェットチーネグミがガチうまい。これ操作時間上書きできるキャラいる、いない、やばい、このパーティーちょっとやばいです。さ何がやばいかというと、あのボス第一段階あの指奪ってくるんですよねガチどうしよう。さこれダンジョンもう次の次でボスで気づくというね、ようやく危ないな、猛毒がえぐいわこれマジ、猛毒はよ帰って。オッケーさ、今お願いしたからもう帰ってくれるでしょう、行くぞ公敵しよう、いやまだか、まだ全然か、まあ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 、ちょ指上書きしたいな誰かで、でも誰も上書きできないんですよねすごいないものねだり。オッケーさ、これで打って、いやマジフェットチーネグミがガチでうまい、これ一時代気づいてるわガチで、グミ界隈を今後はこいつが支えていくんじゃないかなと思ってる僕は。で皆さんフェットチーネグミこれ次来るお菓子ですよ、これマジで美味しい、これみんな知っとるわ。オッケーさ行きます、でよし倒します、いいね、お前は正月に帰っとけバカ、オッケーさ、元旦でお前は元旦でこそ輝く男、オッケー、よしよしよし、なルーレット作られるんじゃなかったっけこれ、うん、うわ遅延されたわこれ、ミリムルがあと4体なんで、これカットしようかな、カットします、カット、さあ耐久終わりました、でこれ使います、
で、クロトビュってここで決めに行こうか。オッケーさあ、行きまーす。あ、いいね、なんか組めてる。じゃあ組めてるんで、そう、有効活用させていただきたいなと思わせていただいて。でも有効活用できません。これ何か。オッケーさあ、これで。あ、なんかあそこ闇がキモい T 字みたいになってる。すごいずれまくってる。僕の価値観みたい。オッケーさあ、これで倒す。よっしゃ、で、次なんですよ、問題は。ガチ次が問題。これどうしよう、マジで。これ14コンボしなきゃいけないんですけど、ただ操作時間奪われるんじゃなかったっけ、これ確か。奪われるんですよね。やばいです、これガチやばい。これ指何秒か見ます。指が、5秒。積んだ。これとりあえずこれ打つじゃないですか。マスリバースト発動で、これ打つ。キリスで、リムルもとりあえず打つ。オッケー。どうしよう。さ、いっぱいコンボ組むか。もうしゃあない。なんとか頑張るしかないわ、これ。人生山あり谷あり、山あり谷あり。谷まみれ。つながりまくっとる。すごいつながってる。大丈夫か。危ねえ。ガチ危ない。オッケーさ、これでいったでしょう。ワンパン絶対した。こんなに上限解放しちゃったから、これいけなかったら、さあ、危ねえ。オッケーさ、倒した。いいね。ガチ危ねえ。さ、で、次から30億ダメージ無効なんで、まあ、ミリムルは、まあ、ボス戦の時に殴る用で温存しとこうかな。ここは普通にそのままでもいけるんで、それでいきます。うん。ガチありがとう。で、指ももう帰ってくるんじゃない？うん、最悪。水の時にもらおう。全然いただけなくてびっくり。もらって。あー、決めなかったわ。すごい、なんかダイスのあの、あー、一発じゃ足りないのかいみたいなやつになりそうになった。これめっちゃ音痴。ありえないぐらい音痴だった。今、ヘッドチーネグミが口にあると、そういうね、言い訳をするにしてもあまりにも音痴だった。さ、どうしよう。ここでこう組んで。指なくない？危ない！指ない！言えよ！指ないんだったらなんか、すごい、なんか、辞典とか、国語辞典とかに書いといてほしかった。ガチ、危ねえ！オッケーさ。トリリオメテオ。で、これ打つか。オッケーさ。あんまり打つの良くないんだけど、今は。まあ、でも打たざるを得んよね。まあ、これしかないか。オッケーさ、これで。じゃあ、あまり埋めなかった。危ない！ 1 コンボ来てくれてガチありがとう。オッケーさ、これで、殴らずに。やばいな、これ。やばい、あと3ターン以内に倒さないと僕負けんじゃないか、これ。さ、え、どいつ？30億無効でしょ？なんでこんなダメージ入んなかったんだ、今。30億無効とは言えどもじゃない？さっきのは。で、光が、こう組む。まあ。オッケー、次で攻めよう。これもう無理だわ。すごい、ずっと長い間ボロボロの映像をお送りさせていただきました。ガチごめん。で、ここも耐久するわ。指奪われてるから。で、次ワンパンしよう。オッケー、こんなんで、回復の厚化し焼き入れといて、で、次ワンパンします、ここ。オッケー、ここでワンパンする。予兆。オッケー、じゃあこれ打って。で、柴田ちゃん。からメアリス打つ。で、黒飛びと。オッケーさん、これでいきます。ここで組んだ。闇組む。オッケー。よっしゃ、こんなんで。さあ、回復の T 字も入れちまいまして。これはいったわ、さすがにね。そこで殴らじゅうして、オッケー、さあ、で、次も殴ろう。次はこのリムル打って殴ろう。オッケー、さあ、いいよ、今んところガチでいい。オッケー、さあ、ヘッドチーネグミまたしても食べちまうぜ。僕がヘッドチーネグミを呼んでいる。逆です、間違えた。ヘッドチーネグミが僕を呼んでいる。僕がヘッドチーネグミを呼んでるのはね、ただの不審者です。さあ、ラブケ、うん、これ使う。で、こうやって。
一撃でさ、半分までいかないかな、これ。水置くか。水置いて、で、ここで組む。オッケー、さあ、こんなんにしといて。さあ、いいね、やっぱ、この飛びでも、裏境地は勝てるんですわ。オッケーさ、前、初クリアの時はね、多分、無一郎で行ったんですよ。黒飛びに行ってボコボコにされて。でも、今の時代やったら、もう黒飛びでも余裕ってことを、皆さんにお見せしたいなと思いますよ。オッケーさ。いいね、耐久半分時もできた。で、こいつ。で、今、回クルカ減らされてるんだよね。いや、それはガチきついわ。なんで、あそこがキーになったら行こう。オッケー。あ、ミスター、まあ、いっか。ちょ、ミスターはなんか、話すタイミング間違えた、ルーレット。まあまあ、回復できたら全然いいわ。オッケーさ、これで。いいね、もう暗闇なんてなんだい、お化けなんて嘘だい。オッケーさ、これで、これで。いや、トゲエグくない？だとしても、トゲの数がエグいわ。なんでこんなトゲあるんですかって、すごいお伺いしたい。今すぐ、区役所とかにね、オッケーさ、こんなんで、うわ、めっちゃ繋がってる。まあ、いっか。回復もう、あれ、帰ってきたんで、ここも耐久できますわ。オッケーさ、ちょっとずつ削っていく。いや、お前の寿命は残り少しだぜ。オッケーさ、なんか話そうと思ったんだけど、何話そうとしたのか忘れたわ。いやもうね、すごいもう老人ホームを入りたてなんで僕。マジどうしよう、わからん、記憶が消えた。いやガチ老人ホームだな、マジ記憶が出てこない、なんだっけ。いやマジ忘れたわ。いや僕そうなんですよ、僕ね老人ホームのレギュラーメンバーなんですよ。いやガチで思い出せん、なんだったっけ、マジで思い出せない。まあ覚え出したらなんとかするわ。さあ、何の対抗策もなし。これ打って。打つ順番ミスった。ぶち込んで。オッケー、こんなんでいいや。オッケーさ、毒、おるし、おバカさんやで。爆弾作りながらルーレット作る。もうそんなんね、もうそこに、あ、爆弾ぶち込んじゃってくださいって言ってるようなもんですよ。オッケーさ、じゃあ殴ら順しようか、ここで。じゃあここミリムル使います。石畑ちゃん、マテリアルバースト発動で、こうやってよっしゃ決めに行こうか。いや芝達也ガチ強いわ、回復力3倍はガチででかい。あと、盤面でかくするの。まあ、このパーティーだったらミリムルもいるけど、でも強いわ、ガチで。さ、じゃあな、最後に、エキサイティングパズル決めてこの動画終わるわ。じゃあ行きまーす。ここに置いて、ずれた！いや、ずれた！いや、ずれた！待て！エキサイティングパズルとは、あー、やばいやばい！あー、ずれまくり、ずれまくり！すごい、校長先生のカツラ、危ない！ってさ、これで、さ、切ったね、パズル。さ、ここら辺で、ガチ汚い、まあ、歯真っ黄色みたいなパズルしちゃった。倒せー！チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。